皆さんこんにちは今日は掘り進みの技法を使った木版画をご紹介しますこの動画の構成ですまず掘り進み木版画の仕組みを説明します次に実際に制作する様子をご覧いただきます最後に掘り進み木版画で知っておきたいことを補足しますでは早速掘り進み木版画の仕組みを説明します掘り進み木版画とは掘って吸ってを繰り返す版画です このように半木は彫る部分が増えてすりは色が重なっていきますでは彫りと色の関係を見ておきましょう1回目のすりでは彫ったところが紙の色の白になります彫ったところには陰気がつかないので前の色を残したいところを彫りますここでは花びらを黄色くしたいので花びらを彫りました掘ったところは黄色が残って 他は黄緑色になりました三回目は葉っぱのところに黄緑色を残したいので葉っぱを掘ります掘ったところは前の陰気の色が残って葉っぱが黄緑色になりました掘り進み木版画のポイントは掘ったところが前の色になるということですではここからは実際の制作の様子を見ていきましょう下絵を描く 掘り始める前に、必要に応じて下絵を描きます。このように、板に直接描くのではなく、下絵を転写する方法もあります。また、下書きをせずに、彫刻刀で直接掘ってもいいですね。ここでは、風の流れを風車のような形で表そうとしています。下書きができました。1回目の彫りとすり。 1>, 1回目の彫りに入ります。ここで彫るところは、すると白くなります。線が細いと、する時の少しのズレで消えてしまうので、太めに彫ります。三角刀では細い線しかできない人は、丸刀や小丸刀を使ってもいいでしょう。彫り取るところを作ると、白い部分がはっきり出ます。全部ではなく、一部を残して彫ると、模様ができていいですね。 一回目の掘りが出来上がりました。一回目のすりを行います。印記は明るい色から使いましょう。印記のついた板を裏返して、すり紙に乗せます。ガレンを使うときは、ひっくり返してすり紙側を上に向けましょう。一回目がすり上がりました。 掘ったところが白くなっています。2回目の掘りとすり板を洗ったら、2回目の掘りに入りましょう。新しく形を作ったり、すでにある形に付け加えることができます。このように、1回目の模様を掘り取ってしまうのも面白いですよ。 黄色で表したのが2回目で掘ったところですこれをすり重ねてみましょう紙の上下を間違えないように置いて半木をすったところに重ねていきます2色が重なって2回目がすれました黄色くなっているのが今回掘ったところです3回目の彫りとすり 板を洗って3回目の彫りです。線の横を掘って広げると、2色、3色の線ができます。新しく形を作って彫り取るところは、先ほどのインキの色の黄緑色になります。黄緑色で表したのが3回目の彫りです。これをすり重ねてみましょう。インキは青色を使ってみました。 使った印記は青色ですが黄緑色と重なって緑色になっていますここで各部分の彫りの効果を見ておきましょう1回目に彫った部分は白色に2回目に彫った部分は黄色になっています3回目に彫った部分は黄緑色に彫っていない部分は全ての色が重なっています1回目に斜線2回目に全部彫り取った部分は 白と黄色の模様になりました1回目、2回目、3回目と線を太くした部分は3色になっています同じ模様を彫っても何回目で彫るかで色が変わりますところで、同じ彫りで色が違うとどのようになるでしょうか2回目、3回目のすりの色を変えてみました 先ほどとはまた違った感じになりますね。ここからは、掘り進み木版画を行う上で、知っておきたい情報をお伝えします。まず、図案についてです。この絵のように、完全に色分けしたくなりますが、残念ながら、すり上がりはあまりきれいに色分けできません。実際にはこのような感じで、白にしたいところにも他の色がついてしまいます。 掘る部分が広いほど意図しないところに陰気がついて思っていない結果になるので、図案を考えるときは気をつけましょう。次にすり取る時の枚数についてです。この版画は2回目、3回目と掘って版が変わりますので、失敗したからと最初からやり直すことができません。そこで、1回目のすりから複数枚吸っておくことをお勧すすめします。 ところで使用する印記の色ですが明るい色から順に重ねていくといっても色数が少ないと組み合わせが限られます。そこで印記は混色するといいでしょう。混色についいい。てては、パズル木版解説編のの動画でで、触れていますのでご覧ください最後になりましたが彫り進み木版画は初めから色や形をきちんと決めて行おうとするととても難しく感じます。 そこで大体のイメージができたらあとは彫りながら考えていくのがいいでしょう。彫り取ることで色の重なりを変えて表現する彫り進み木版画の面白さを皆さんもぜひ経験してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。